JPG で何かシリアの代替書に向けてって言ってます。よろしくお願いします。なんでじゃあ設定しながら雑談から、今上村さんの最後の話のところなんですけど、私は高校生がちゃんと学習指導要領書いてある科目が取れないのは、教育を受ける権利を侵されていると、憲法違反であると。で、それを認めている国なり、地方自治体なりは、憲法違反をしていることを自覚してですね、きちっと教育要素をすべきだと。で、前に他の大会で調べたんですけど、世界の調整を調べていると、エジプトなんかではですね、一人でも指導要領に書いてある科目を取りたいという子がいたら、必ず回答すると。それは教育を受ける権利を子どもから奪ってはいけないということを言う、というなんかものすごい強い使命があるみたいで、で、The Environmental Science and Geology という、まあ、地学に相当するような科目が理科の中にあるんですけど、一人でもいたら回答しますので、でちょっと意地悪な質問したんですね。宗教っていうのがあの国はですね、必修なんです。で、じゃあ日本人の子どもが来て、俺はブッディストだと言ったとき、お前の国どうするんだって言ったら、あの国9割がイスラム教徒で1割ぐらいがキリスト教徒なんで、まあ、どこの学校でもイスラム教徒、キリスト教の先生はいるんですよね。ところが当然仏教の先生はほとんどいないわけですよ。で言ったら、いや連れてきて一人でも、たとえ外国人の子供がうちの学校の生徒でそういうのがいたら必ずやりますと。で、日本もそのくらい本当はきちっと教育教育をしてですね、資格を取りたくは一人しかいなかったんですけども、それは手当てをしてちゃんと開講してあげると。でこれは別に資格だけじゃなくて、その他の科目も全てですけどね。で、で誰か高校生あたりが、私が高校教育を受ける権利を侵害されてるって裁判でも起こさないかななんてことを思っていくんですけれども、やっぱり高校生、今の高校生の声を聞いても、あ、そういうふうに感じてる子がいるんだと思うので、ちょっと嬉しく思ったのと、なんとかやっぱりしなきゃいけないなっていうことを感じました。さあ、これで出るかな。一瞬綺麗に出てるんですけど、で、今世界の話をじわっとしましたけど、現状がどうかって話をしてくださいっていうふうに畠山さんから頼まれましたので、前半その話をしてですね、その後先ほどが出てシーアンっていう話を若干させていただきたいと思います。で、ここになんか IT 業であるとか、なんかインターナショナル
アースサイエンスオリンピアードとか ESO ではなんかわけのわからないものがいっぱい出てきますと、9月の上旬にですね、このジェオサイエンスエデュケーションのインターナショナルカンファレンスっていうのがインドでありました。で、ここに来られている中でも私以外にですね、この顔の方が後でおしゃべりしていただけると思いますけど、あの日にお座りになっておりますが、で、あとあのこれ実はあのどういうメンバーかというとですね、インディアに出たですね、イーストエイジアンメンバーです。この中で日本人じゃない方が1人だけおります。あとは7人日本人です。で、東アジアからなぜか僕は8人しか参加しなかったんですけど、あの川部さんの知り合いの東洋大の澤口さんも言ってますが私がこう見ますけれども、実はこの方だけ日本人じゃありません。あとの方が日本人で、まあ、こういう大会がありましたという話で、その大会の中も含めて、世界の状況を簡単に、かいつまんでお話しさせていただきたいと思います。で、まず IGEO って何というのと、ジェオサイエドという言葉を使いますけど、これジェオサイエドって何という言葉と、ジェオサイエドの言葉は見る世界の状況、それでシリアの話という話で進めます。で、この発表の目的はですね、まあ、ここにガラガラ書いてありますけど、とりあえず世界との比較も見て、よその国の状況も見て、シリアに対する議論の、結論を出すのではなくて、今後の、モディファイしていく中での素材を提供すると、議論の素材を提供したいということを目的とします。で、まず用語なんですけど、まあ、JPG は言うと思いますけど、IGEO というのはこれインターナショナルジェオサイエンスエデュケーションオーガニゼーションとなって、まだ日本語訳が定着してないんですが、一応国際地学教育協会と訳しています。国際地学教育学会と訳すのがいいのかなという訳のが用語があります。から ISO っていうのは、まだ、主要メンバーの先生がその辺にお座りですけど、国際地学オリンピックです。からジェオサイエンスって訳しますけど、これ、ジェオサイエンスエデュケーションのインターナショナルカンファレンスで、これをなんかこの部分取って、ジェオサイエンスで、ジェオサイエンス1、2、3って言い方をしています。で、今回は7回目だったんで、ジェオサイエンス7、7です。で、あとは、皆さんよく知ってると思うんですけど、IUGS っていう言葉と COG っていう言葉、これを、発表の中でも、使わせていただきます。で、多分おなじみないのが、おそらくこの IGEO、ISO、ジェオサイエドとかと思うので、今日ぜひともですね、なんか、考える力とかいっぱいここに言いながら、知識もやっぱある程度いるというふうに、知識として皆さん、こういう言葉がこの業界にあるよということをですね、世界の中で、もしご存じない方がおられましたら、ぜひともですね、これちょっと頭の片隅に知識として蓄えていただければなと思います。で、IGEO って一体どんな組織かといいますと、97年に一応公式には設置されました。で、それから、まあ、それより前からずっとあの設置の動きっていうのは92、3年ぐらいからありました。で、目的はですね、まあ、原文はこの英語の通りですけど、これをちょっと要約して日本語にしたのなんで、もし誤訳があったら教えてください。まあ、国際的に地球科学の一般市民の知識、武器を奨励して、その質の向上を履歴をし、すべての中の教育にて地球科学教育を世界的に推進することというふうに、書いてあります。で、日本からの委員はですね、お二人いまして、静岡大学の熊野さんと筑波大学の久田さんです。で、この辺の委員が、よその国こんな人がいるのとかいう詳細は、IGEO のホームページに出てます。ここはちっちゃい字ですけど、一応 URL も書いてきました。で、どんな活動をしているかというとですね、まずその、国際カンファレンスですね、ジェオサイエルを開催すること、それから地球科学の現状調査、から地球科学の国際シラバスを作ろうということを今やっています。から、国際地学オリンピックへ協力をするということを、まあ、その他の仕事もやってますけど、まあ、メインとしてはこの4つを主としてやっている組織です。で、どんな感じで開催しているかというと、第1回が1993年にジェオサイエドで開催されまして、イギリスですね。で、最初は、先進国からいきます。イギリス、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ドイツと。その後、なぜ発展途上国に移ります。ブリックスと言われる国になって、なぜ移っていってます。南アフリカ、で、今年インドでした。で、次回は2018年のブラジルなので、まだ月日は全然これから検討ですけど、ぜひですね、皆さん、2018年はブラジルで、このメンバーの、方がですね、まあ、もし5人なりでも10人なりでも増えると非常に日本人の参加者としては嬉しいかなと、7か20ぐらいになると非常に嬉しいなというふうに思うんですけど、2018年ぜひ皆さんブラジル予定に入れといてください。研究費獲得は2018年はこれで国際大会でしゃべるということを入れて課金費の申請とお願いしたいと思います。で、今回のテーマなんですけど、今回7回目でしたけど、9月の頭にですね、ジオサイエンシスフォーグローバルデベロップメントというテーマを取り上げました。で、実はなんかインドってすごく行きにくい国で、私もビザ取るのにものすごい苦労したんですけど、参加者が多分100いってないです。ざざっとカウントして、で、公式の人数を教えようって先週にメールを主催者に出したんですけど、まだ返事をいただけてないんですが、80人程度しかいなかったと思います。で、前回南アフリカは200人ぐらい参加してたので、半分以下になってて、非常に低調だったなと。
で、日本からはこれ引き続き定調で毎回大体 5、6 人しか参加してないんですけど、今回は7人しか行ってません。で、参加者はですね、まあ少ないとは言っても講師はですね、いろんな方が来ております。アウトリーチの方もいれば小中高大学の人もいると。で、大学院生さんも、うん、若干ありました。で、この特徴なんですけど、各大会ですね、基本はですね、5日間やります。で、3日目が全員参加のワンデーフィールドトリップと。で、そこの見どころにですね、連れてってもらうと。で、どんなとこ行くかっていうと、こんなリンクのバスっぽいでしょ。80人ぐらいなので2台足りるんですね。で、今回2台、あの多い年はですね、5台ぐらいです、連ねてバーって行くんですけど、6台の時もあったけど、今回2台で行きまして、で、まあこういうところに行くと、これゴンドワナ大陸の多分欠片です。で、説明を私が、ちゃんとした数字をメモ見ないとわからないんですけど、確か25億年前くらいの岩石ですよ、ってその上は行きますと。で、こういうふうに、あのなかなか、ちゃんと専門の向こうの地調科なんかの方が説明してくださって、こういう名称を一日中、渡り歩くということです。で、セッションのテーマはですね、もしあの興味ある方がいたら、昼休みに私どこに来ていただければ、あのアブストラクト集持ってきましたので、こんなことですよっていうのがありますけど、まあ、インターナショナルジオサイエンスシラバスの話、それからジオサイエンスティーチングメソドロジーの話、で、エクスペリメンスイズジオサイエンスエデュケーションの話とか、まあ、あと読んでいただければ分かるんですけど、まあ、アウトリーチの話なんかも含めて、まあ、一応違う教育の学校教育から大学教育、それから社会人教育、からノンフォーマルというアウトリーチの話とか、まあ、そういういろんなテーマに分かれてみんなで、議論をし合いました。で、全部紹介してるととても時間ないので、かいつまんでいきますと、例えばですね、ここで近くがある国、ここで近くがない国なんていうことをこう IGEO も含めてやってるんですけど、実はよく近く他の国にはないよとかっていって、これ文科省の方もいるのであまり悪口は言いたくないんですけど、文科省の国際比較のホームページのページを見ると、大体欧米の国しか調べてないと。そうするとですね、まあ、ないよないよないよっていうような論調が盛んなんですけど、実際にこれ40カ国を調べてるんですけど、近くがある国がこんなとこがあって、で、括弧はですね、これ普通科じゃなくて専門学科にあるよっていう意味なので、ちょっと括弧つけてますけど、3分の2ぐらいの国でありますと。だから問題は日本と一緒で、ですね、大体どこの国も選択制なので、やっぱり履修者が少ないという共通の課題を抱えています。だからあとですね、オーストラリアとかニュージーランドなんていうのは、実は21世紀になって、学習指導、日本でいう学習指導要領みたいなものを改定したときに、地学を復活させていく国です。やっぱり環境や防災を教えるためには絶対いるでしょうというわけで、世界を見たときにも、まあ、一応かなりのところで必要だよねと。で、実はないないないって言われてるですね、イギリスなんですけど、スコットランドとかではきちっと一応あるんですね。ただイングランドもあるんですね。ただ開校してるあの学校の数聞いたら、なんかものすごい少ないって言われて、で、ドイツもないないって言われてるんだけど、一応あるとか言われてて、本当かよって聞いたら、うちの州では1校だけ開校してるとかって、なんか要するにそういう低調なレベルですけど、まあ、あることはある。エジプトなんかでもこんなことを開放してたりもしますけど、まあ、全体的に世界の流れから見るとですね、まあ、従来の地学の地質や地球物理に加えて、やっぱりどこも防災減災環境、それから特に発展途上国ですね、資源地質学やっぱりものすごく重要さで、日本の高度成長時代ぐらいの時の感覚でいるような気がします。で、インドの例ですけど、まあ、インドで開催したんでインドの例を持ってきたんですけど、こんな問題点があるよということを彼らは言ってました。地質学と地球物理学の関係は哲学しているとか、定量的な内容がほとんどない。いや、海洋危険科学がほとんどない。いや、地球規模変動の内容もない。で、天文の内容もないと。ほとんど、本当、地質も資源地質に言うと偏っている傾向があります。で、これは今後のことを考えると、問題でしょうと。で、天文も全くないので、天文を加える必要があるよと天文学者の方が訴えてたんですけど、彼らが必要だって言ってたのは、天文学者の視点からこういう中身です。で、日本の地学もごく一部ですよね。で、多分 HRS なんて全然念頭にないと。だから、おそらく普通の人に向けての地球科学教育の中で、日本の地学の中の天文って、なんか取り扱いすぎなんじゃないかと。要するに知識を詰め込みすぎなんじゃないかと。だから、もうちょっと内容を再検討するっていう必要は日本でもあるんじゃないかっていう気がしました。で、じゃあ日本で何を削って何を加えるのって議論が、まあ、早急にやらなきゃいけないんでしょうけれども、おそらくですね、今こういう観点というのがものすごく不十分であると。で、これは世界的な流れの中でやっぱり、必要でしょうと。で、じゃあ逆に言うと、これらの内容は今ないんだから何を超えるんだろうってんで考えたときに、やっぱり科学って何なのってことをきちっと教えなきゃいけないよねって言うんで、世の中の人が科学って何なのっていうのをどうやって書いてるんだろうと思って、
ちょっとこの下、一番最後の方に書いてあるんですけど、こんな本読んだことある方いますか？この森さんって方の科学的とはどういう意味か。もしこれ読まれたことある人いたら、ちょっと手を挙げていただきます。いないようでしたら、1時間か2時間あれば読み終わるので、一回ちょっと読んでみていただきたいんですけど、これ元某国立大学の先生だから小説家に転じた人が書いた本です。で、まあ、全部が全部私もうんとうなずくわけじゃないんですけど、多分理系の研究者の人は8、9割ぐらいの内容は、ああ、確かに確かにって多分思えるようなことが書いてあると思います。で、その科学って何なの？なんで勉強しないと人生によってこう損ですよってちゃんと教えるべきだっていうことが今の日本の理学力に欠けてるんじゃないのっていうようなことが書いてあって、多分そこをきちっと我々は教えなきゃいけない、地学という素材を通してというふうに、考えさせられました。っていう世界の流れの中で、あと残り時間5分になってるんですけど、シーアって一体何をやったのかっていうようなことをお話しします。で、まあもう前回からの教訓というのはもう既にいろんな方が今までの講演で話しているので、それはちょっと省略しまして、とにかく時期も大切なんだけど、時期にも向けてやっていこうよと。今大木さんと上村さんが話してるけど、もうとりあえず法律とか現行の仕組みを無視して我々は何を教えたいのっていうのを考えるのも研究者の、グループとしては必要なんじゃないのと。で、なんでお前ら3種類しかやらないのっていうのが身内から出てきたんですけど、これは多分私の感覚だと、これ以上やろうとすると今の人員では足りない、もっと人がいないとできないよということだと思ってください。で、とりあえず3つやってますけど、で私が言いたいのはこれは JPG の大会で喋った時とここは同じなんですけど、もう教科とか科目という枠組みを超えて本当に伝えなきゃいけない科学リテラシーなり、キーコンピテンシーというべきなのか21世紀能力というべきなのか分かりませんが、内容をですね我々まず作ってしまって、それをどういうふうに教育のこうなって学校へ持っていくかということを考えるのがあってもいいんじゃないかと。で、まあ言語の名前で言うと地学と地理の一部と、で今ほとんど教科外教育でやってる防災とか環境の部分を含めたもう必修教科で高校1年生全員学んでくださいよみたいなものをやるのはいいんじゃないと。で、ところが、まあ、中身としていろんなものをやらなきゃいけないんだけど、このバランスをどうするかということと、あと災害大国日本なり福島の事故を起こしたの日本で世界に向けて我々の教訓をどう伝えるかということもある意味先進国として求められてるんじゃないでしょうかと。で、そのためにはやっぱり基本的な物理科学生物でもある程度必要でしょうし、地球惑星科学というベースのもとできちっと、サイエンスの意味でナチュラルサイエンスだけじゃなくて、ソーシャルサイエンスも含めて、トータルとしてのものを見る力で、その中には多分これは私はこれは昔褒めるわけじゃないんですけど、学習指導の中で言語能力というか言語力をつけましょうか、言語活動ですね、あれはなかなかいい視点じゃないかと思ってるんですけど、その辺をやっぱり作っていくという形を、進めると。そうすると言語の枠組みで考えると教科科目が中心になりますから、こう今だと理科があって社会科があって教科外活動して、環境とか、まあ安全教育天然資源とエネルギーなというこういう枠組みになってるんですけど、この教科外の部分のものを含めて例えば理科の地学の部分と社会の自然地理の部分からあるいは教科外の部分を全部含めた一つの教科を作ってしまうと。で、自然科学の部分も自然地理の部分も環境天然、エネルギー、それから災害で安全教育も含めてですね、一個きちっと社会人として生きていく、自分が知識がないことによって、あるいは考える力がないことによって人生に損をしない教科っていうのを一つでっち上げるっていうのもありじゃないですかっていうのが C なんです。で、目標としては、まあ、当然基本的な知識は当然ですけど、科学的リテラシーなり草型学力というべきなのか、コンピテンシーというのか、二次世界学力とか能力というのか、ちょっとこの用語は何がいいか分かりませんけど、まあ、こういう能力をつけたいと。で、言いたいことはですね、もうそろそろ70年も戦後経つので、もう多分時代に今の教科科目の構造は合っていないと。で、これ改革するとどうも法律の改正がいるらしいので、我々だけで何もできるものでもないので、やっぱり世論を盛り立てて、まあ、20年30年後には変えましょうという動きを今から始めないと多分20、30年後にも変わらないんじゃないですかということです。というわけで課題として、名称をどうする、名称をどうするというのは今初めて言いましたけど、まあ、どんな教科名がいいのかよくありませんということと、法律の壁を乗り越えるためにはどうしたらいいんだろうという課題があるかと思います。で、中身としてこうやっちゃうと、実はこの項目表にするとなんかやっぱり項目の羅列の知識の羅列に見えて考える力は本当に培うんですかっていうふうに見えてしまうので、これの表現の仕方は今我々もどうした方がいいのかっていうのを考えている最中ですけれども、
まあ、とりあえず教科の中で言うと、まあ、社会と理科との一部となんか教科外が加わった教科だよってことぐらいは見てください。でこの項目表の作り方っていうのはなんかあんまり良くないみたいです。で、じゃあその中身を扱うのにはどうしたらいいかっていうと、まあ、日本みたいなところは多分この辺に重みを置いて、全体を勉強する。で発展途上国で例えばリッチナショナルリソースなんかだったら、まあ、多分こういうところに重きを置いて教えるとか、それは 国の実情に合わせて中身の傾聴をつけていただければいいけど、もしかするとこういうことをやれば国際スタンダード、インターナショナルシナピー作りに向けてもですね、我々が日本からイニシアチブを取ることができるんじゃないかというふうに考えています。で最後まとめます と全員が、学ぶたびに学ぶ視野というものを今、説明させていただきました。でいろいろ課題はありますけれども、もう20年、30年後も考えた時も一緒に始めて今の現行の枠組みを突破できるようなことをなんか我々のフィールドからやっぱり伝えるべきだと。で例えばですね、いや私のこの一つのアイデアとしては高1まではいいんだけど高2高3は学習指導要領の伏線化もあってもいいんじゃないかとっていうのは大学に行くのは 50% でそのうち理系に行くのが 2、3割ってことは高校生全体の中で本当に理系に行こうって十数パーですよね。十数パーの子は確かに大学行くときに物理科学をきちっとやった方がいいって従来通りの研究者がいやいいよ物理と科学だけしっかりやってきて大学入ってくれればって主張が成り立つかもしれないけど残りの80何パーはそこら辺の研究最後かもしれない。そう、その子らに本当に物理科学をやらせることが重要なのかっていうとおそらくこういう発想する教育をしてもらう方が我々の応援団も増えると。でその辺の視点をもうちょっと研究者なり学術学協会が持って活動するという必要性もあるんではないかと。でその辺がまだGPG あたりはちょっと弱いなという気がしているので、できるだけ、私も少しながらでも力になれればと思って活動しております。以上です。ありがとうございました。お願いします。いい質問。はい。非常に、なんですか、まあ、こういうやり方でいいと思います。で、今でいうと、実はこのままで大学のその教養、教養関係ですか。その教育はまさにこういうのできるんじゃないかと思います。でも前に言ったらそれで先に実験的にやってるとか、いやむしろ先質問されてたらこういう感じ。まあそう。だからこれまさにそういうことだろうという気がします。で、多分なんか中でってやっぱりその科目みたいに分けちゃった変なんで、あそこはまだ原因という気がします。はい、壮大な計画ですね。で、地理、社会科との融合みたいな話出ましたね。もう一個言うなら保健体育、あえて社会科学。高校の話なので、今保健体育外したんです。ただしですね、これをやるんであるならば、昨日の高知県の例を見ると、やはりですね、防災教育の場合、その後、被災者の支援とか、そういう要素が多分社会的な理由で必ず表に出ると。そうすると、避けて通れなくて、そういうもう、ソーシャルサービスが多分、ウェイズ的には7分ぐらい、8分ぐらいの感じになってしまうと思いますね。そうしたときに、思うんですね。で、ただ、保健体育のことを触れなかった、まあ、高校だからとおっしゃいましたけど、触れざるを得ないと思うんですが、その辺は高等学校の保健体育の現状とか、その辺の先生方となんかこうディスカッションが話されてるんですか？ね、高校はやってない部分があるのと、現行の指導要領の中では、実は保健体育の中でそういう扱いないんですよね。中学校ではいっぱいやってますよね。そこは、今、これは指導要領は完全に考えないように議論だと。本当はそうなんですね。まだそこまで出すんじゃなくて、そうすると、サイエンスの立場の攻め方とソーシャルサイエンスが、ソーシャルサイエンスがいくつかかなりあります。で、多分これは ESB の話なので、ESB を見るとですね、地学なんとか理科なんてのはもう脇役の脇役です。我々が思うほど中学にいないんですか、ね、さらに地学はさらに脇役。その脇役の組が主役になろうと多分してると思うんですが、かなりこれはいろんな人との情報交換が必要なので、まあ新たな進展をようやく社会の方とはディスカッション始めたことです。だから安全教育の人とも始めたことです。だから多分おっしゃってるように今後保険の方とかも入れていかないといけないんだと思うので、まあ壮大な計画で20年後ということで
かりました。じゃあ他によろしくございますか。はい、大丈夫です。さっきの式なんて実は最近まで真面目に来てなかったんですが、小林さんの方に最後トランスサイエンスまでちゃんと入ってましたね。ただ私が今文化学に移ってかつ、地球科学からスタートしていろんなことをしていくと結局最後は人間が健康に生きるためにはどう考えればいいかということで、まあ原発事故はそうなんですけど、あとサイエンスとか僕あんまり嫌なんですけど、そういう科学を政治みたいなところで教えないとダメなんじゃないかなとは、体験的になんか一応うちの2年後にうちの大学の会議の所があるので、その中で教養部分の総合科目的なものでこういうのちょっと試してやってみようというふうには計画はしています。まず大学からメリットをやらないでしょうね。で私も個人的にはこう面白そうな学生見つけて少しずつはやっていこうと思っています。はい、ありがとうございます。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、次はですね、地学教育を取り巻くアンビバレンスな活動を取り組むということで、岡本さん、よろしくお願いします。岡本です。3年前にも高校の教員の定年退職して気があるのに、スキカーペンとか喋らせていただくんですけど、まあ、諸先輩がサンボレットの大変失礼なものがあるんですけど、まあ、ちょっとご用意してください。で、昨年なんですけど、まあ、こういう右上のようなちょっと発表をした中で、地学の教科書が教科書会社2社の全員に頼ってですね、出版されているという現状が報告されて、私はそれに対してですね、なんと情けない話になるの、そんな教科が潰れてしまうから言ってしまう大変欲しかったそれに対する、まあ、ちょっと今日はですね問いかけるということをやらせていただきます。で、2つの相矛盾する問いなんですけど、1つはですね、市場原理ってそんなに目の敵にするようなものなのが一つ、それから、まあ、よく一般に市場原理で言われる効率追求、これは実は今の学生さんはすごくこれのスキルに長けてるんですけど、じゃあ本当にそれだけでいいんですかという2つの相矛盾する話をちょっとしで、教師なんて当然なぜ教えるのかってずっと30年間自問してきたわけで、例えばまあ普通はですね、良きものであるとか役立つものを伝えるっていうのが非常にこう教育の大事なところが、本当にそれでいいのかというのが、最近非常に私は疑問です。で、もう一つは、この地学教育コミュニティ、非常にまあ失礼な言い方をするんだけど、常にやっぱりこれ、自分たちの中だけの非常にドメスティックな議論になるでしょう。で、それは、自分たちはとっても素晴らしいことをやってる、なんでこの思いがみんなに伝わらないんだ、自分たちのチームはこんなに強いんだ、絶対世界に出たら勝てるはずだと。ところが、実際には世界と我々の力差。まあ、とんでもない差があってですね、3年ということで、これはですね、やっぱりそういうドメスティックな議論ではなくてですね、もう少しですね、きちんとした市場調査をする必要があるんではないかということが、まあ、私の、議論の発端です。で、実はですね、これはもう2002年になるんですが、私はまあこの EOS っていうAGU の機関誌をなぜかですね、まあ、会費だけ払ってて、ほとんど普段は仕事忙しいですから、英文ですし読めないんですけど、たまたま見た通りですね、地学教育の市場調査の例っていうのがあったんです。で、これは地球科学に対する高校生のイメージ、あ、高校生だけじゃなくて高校の教員とか、まあ、保護者とかさまざまな人からイメージ調査を、これはきちんとしたですね、マーケティングの会社がユトレヒト大学というオランダの大学の地球科学部の、依頼を受けてやった。その結果、これがまあ、本文なんですけど、これは Google で検索したらご覧になっていただいてもいいんですけど、ちょっと薄く、なってるんですけど、ここでも多分見れないと思うんですけど、ここにですね、NOW、他にもですね、これちょっと色を変えてるんですけど、こういう NARD っていう言葉が出てくるんです。で、これは要するに地学 のオランダの少なくとも高校生のイメージである。 NARD っていうのはですね、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、オタクとか専門学科とかいうのがあるんです。これがですね、地球科学のイメージなんです。高校生とか保護者、教員ですね。で、この記事は結局何を言いたいかというと、進路を生活が保障されるかどうかで学生は選んでいるということがマーケティングの結果明らかになった。
ところが大学の教員は、いや自分たちの教えてる教科ってね、夢や興味があって、これは素晴らしい教科なんだというふうに教えてる。そこにとんでもないあの差がある。で、高校生は実は地球科学のイメージってのは一言なんだと思う。で、要するに、まあ、根本的に変えなければいけないということで、ユトレヒト大学ではこの結果、要するにこの、地球科学を選ぶとこんなふうな進路がありますよというふうなことをきちんとですね、学生に、まあ、伝えるような方向を取ったそうです。で、もっとあの過激な表現があって、お前のひげを剃れとですね、要するにあのもう大学の研究者の夢で汚いひげをしてですね、なんか汚い格好して、そうじゃなくてドレスアップしてちゃんとひげを剃ってるんです、世間に出ろ、なんかそんなことを書いてあるんです。で、でまあ、その結果 10% 学生 の, あの年が増えたという記事なんですけど、これは昔からずっと気になっているんですね。で、あの要するにこのイメージをどうするのかって、要するにナートですね。で、まあ、1番はいや違うと言い張る。で、2番はですね、ナートで何が悪いと開きなる。で、3番はですね、ナートの学生をターゲットという、さっきは畠山さんこれが思いました。まあ、AKB48 なんかそうです。それが4番の質問ということですけど、まあ、日本でもですね、同様の市場調査をすべきであろうということで、これはまあ、ごくごく簡単な例なんですけど、まあ、3、4年前で、ちょっと粘土は発揮しないんですけど、高3で僕の地学2という教科を出た子にですね、なんで地学を選ぶのか、どんなことであなた方進路を選ぶのっていうふうに聞いた。まあ、ほとんど文系の学生ですね、法学部、経済学部、社会学部、日本が多いんですけど、ですね、順位1位はなんとですね、うちの学校はやっぱさすがにですね、iPS 細胞の山中先生を輩出したんですけど、これだけですね、素晴らしい夢や希望や興味の半分あるんですけど、まあ、ただですね、やっぱ安定した生活、というのをあの考えて、ここが多いですね、ここが安定した生活、これが夢や希望です。ところが順位最下位を見るとですね、やっぱり夢や希望もめっちゃ多いわけですね。こんなものを相手にして進路選べるかって、やっぱり学生さんなんですね。で、いうことで、まあ、非常にその相互があると。で、地学教育が大事だと、時代が関係なく、いや、訴えつくことは誤りではないと。でも本当にそれだけでいいのかというのが、で、提供者側とユーザー側の、まあ、間の相互があると。で、市場原理も、ここからがちょっと非常にオプティスティックな考え方なんですけど、おそらく淘汰は起こるだろうと。で、これでもうちょっと昨年やりましたので、繰り返しませんが、やっぱべき上層部っていうのはもうこれコンピティション、競争が働くような組織内で必ず働いてですね、1番から順位上列が決まる。で、それと、まあ、予算全体がですね、縮小均衡するということを考えるとね、普通のことをやってる限りは地学の物件はもうおそらく、まあ、多分2030年ぐらいだと思いますけどもないと。で、昨日、橋本さんがこの番組でですね、まあ、国民に覚悟せなあかんって言われたんですけど、実は覚悟せなあかん、我々地学教育を見に行ったで、開発者とユーザーの相互の例としてですね、これは実はですね、この、先ほどちょっと根本さんに行かれた2週間前にデカン高原で撮った写真でですね、この時に私はわざわざですね、この一眼レフ高級カメラを持って行ったわけです。で、これでこの広大な風景をワイドレンズつけて素晴らしく綺麗に撮れるなと思ったらですね、これ見たら分かるようにめっちゃこのボケて写ってるんです。これなんでこんなザラザラした変なのことだと。これ実は ISO が 12,800 という信じられない高い値ですね、勝手に設定されていたわけです。で、これはおそらく、このカメラ の開発者は、いや、こういうふうに高い ISO 設定を設けておいた方が絶対に便利だからっていうふうに思ってるかわからないんですけど、私は普通に使ってた状態です。しかもインドまで高いお金をかけていって、ものすごく大事な記念写真がこのありさまなんです。で、これはですね、やっぱり基本的にユーザーのことを考えていない。バルフォンがなぜ発見されるかというのがすごくよく分かりました。次ですね、べき条則って、地球学とは関係ないんですけど、都市っていうのは、これ、有名なんですね、競合して、どれが栄えるかということの例に、まあ、クルグマなんていう経済学者がよく使ってるんですけど、このべき条則をちょっと確認しておきますと、これは1920年から、2010年までですね、日本の主な都市が、人口がどんなふうに変化したか。そうしますとですね、これやっぱ東京はダントツで上上がってるんですけど、東京以外にですね、首都圏やっぱ上がってるんですね。ところがそれ以外はもう大阪の方が広いと思うんですね。ちょっと経営にしてるんです。で、なぜ、すみません、それからもう一つ、これはまあ、ログログでですね、こっちが順位で、こっちが人口でですね、
あのこれ1920年に比べて2010年というか東京がダントツでグッと上に上がってるっていうのが分かります。でも実は今あの地方振興とかですね、地方にお金を使えとか随分言ってるんですけど、その割には実は昔は地方はこれぐらいあの低かったのに今結構頑張ってるんですよ。だからちょっと どういうことかなっていうふうに思うんですけど、その中で目立つのは大阪が見事に凋落しています。でそのうち、あの原因を少し考えてみました。でこれは実はこれがあと人口です。あすいません、あすいません間違えました、大学の数です。大阪めっちゃ少ないんですね、人口の割にね。でそれに対してこれ駅の数です。鉄道駅がどんだけあるか、要するに地理的な分布からすると大阪ってすごく便利なところなんですね。ところが大学が全くない。これは要するに、これ間違わないでください、大阪府ではありません、大阪市です。これは東京23区です。でこれだけの差がある。で結局これは何かっていうとですね、若者がまず集まってないんですね。それからちょっと別の調査で今朝のニュースでやってたんですけど、実は大阪っていうのは大阪のおばちゃんっていう言葉があるんですけど、働いてる女性の割合が全国最低レベルなんですよ。女性が働いてないんですよ。でそういう街っていうのは、ね、もうこれ福永武彦という僕大好きな廃止という小説があるんですけど、もう廃止になるしかない。でな、今その廃止になるのは実は廃止学教育になることを恐れてあのそういうふうに言ったんですけど、じゃあ、他はどうだろうと、他も物理も科学も生物の地学もみんな必死になって走ってるんですね。でこれはあの、アリスの不思議の国の有名な挿絵なんですけど、この赤の女王仮説ですね、他もみんな頑張ってるからあなた ここで、勝つには2倍走らないといけないよっていう話なんですね。で現実にやっぱりそういうものがあります。でこういうことを言いますとですね、必ずこういう人が出てきます。例えば教育と教育は同じようなですね、教育を市場原理に任せるか何事かとかですね。で実はこれ似た論争っていうのは、まあ、2010年に勝つのという使い方からですね、こういうどれに似合いますか、面白いな、まあいうのがあってですね。で、あるんですけど、実は このことで私が言いたいのは、これ一般の人にあのこれを考えてあの欲しいと言ってるのではなくて、やっぱり違う教育コミュニティがですね、そういう覚悟があるかどうかということを、まあ、問いたいということになります。で、そういう若者がですね、あの魅力を感じない教育はどうなのかということですね、まあ、その古生物の歴史を見たら明らかですね、絶滅するしかないんです。ところがですね、あの人間の世界にはやっぱり便利なものがあって、制度、とかですね、施策もあります。例えば伝統芸能と芸術はどうなってるかというと、文楽っていうのはですね、もういわゆる僕は文楽をお金払って見に行く気には全くならないんですけども、補助金をもらってですね、細々と伝統芸能としての地位を感じています。それから、これはちょっとあの新聞ネタになりましたですね、一点の勝負で自分たちでもあれ一番から全部番号を決めてたというですね、まあ、そういうなんかその世界でしか通用しないようなタコツボ権威を作ってそこにいると、つまり、まあ、それでいいのかもちろん、もちろんの方もおられるので、やっぱり頑張ってもらうのはもちろんなんですけど、こんな理由としてどうするかという話です。じゃあ、市場原理っていうのは効率や必要性だけで成り立っているのかというと、ここが僕が一番いいなと思うんですけど、そんなやわなものではない。例えば僕は、ま、あの村上春樹大好きでほとんど小説読んでるんですけど、この小説に一体どんな効率や必要性があるのか。お金払って買うわけですね。さっき文学にお金払っていかなかった。これは買うわけです。でこれは良いものでも役立つものでもありません。例えば1984でしたか、主人公は殺人魔とかを犯してしまいます。全然、あるいはもう酔っ払えるみたいなのもしょっちゅうです。彼の小説でます。そんなものがですね、なぜ売れるのかということなんです。で、これは私の結論なんですけど、やっぱりこれはですね、あの何か共感的物語っていうのがその小説の中にあると僕は思っています。で、地球科学がもしですね、何らかのまあ価値を考えるとするとですね、やっぱり地球の歴史というのは一つの歴史ですから、なんかこの物語性というものをですね、なんとかですね、ここから作っていけないというふうに考えています。まあ、さっきちょっと長く話したんですけど、なぜ秋元康がですね AKB48 で爆発的に進んだのか、まあ、こういうことからたくさんですね、あのなんか得るものはあると思うんですが、一方でこれですね、要するにここをちゃんと学生に多分で、あと2、3分、すいません、
で一方はですね、じゃあ法律だけでいいのかということなんですけど、これちょっとデータがないので申し訳ないんですけど、今の高校生はですね、やっぱりこういう子が多いです。昔に比べてですね、塾に行く、それからまあ行事とかをするのが嫌だ。で、クラブは参加するんです。ここがちょっと重要なんですね。何か一から新しいものをするのは嫌いなんだけど、クラブは参加するんです。こういう傾向がある。で、まあ、その子たちに対してですね、ちょっと保護者の人に講演をする話があってですね、そういう子たちって基本的に、なんかですね、教育においては最小の努力で最大の成果がつかめる方法があると彼らは誤解している。でも私はそんなふうには思いませんよ。で、これは私の大好きなレッドセッペリンというですね、ステアルで、2つの道があって、どっちも通るよ。まあそういう。でですね、こういう、要するに高校生がなぜ出てくるかっていうと、一つはですね、やっぱり学校っていう、あるいは教育がですね、非常に産業化している。要するに金払ってるんやからサービスせえよっていうことですね。で、当然ですけど、金払ってるからもうしんどいことになるということ。これは正論なんですね。それに対して、投下資本。これ、親の側から言うと、こんなに学費払ってて、例えば、まあ、うちなんか国立大学の附属校ですから、それなりに小学校からお受験ですね、鍛えられた子供たちが聞きます。なんかこんだけお金払ってるんやから、先生、医大学に入れてくださいよっていうのは、当然出てくるんですね。で、ところがなんです。じゃあその学生に対して一体 何を根拠としてですね、それは君たちの考えが僕は間違ってると思ってる。よく言うのはこれなんですけど、まあ、サッカー大好きなんです。例えば問題はですね、相手ボールをカットしてですね、さあ彼はどんなのか選択肢がありますか。いっぱい選択肢があるわけです。この日本代表ちょっと偏りすぎじゃないかと、僕はちょっとセレッソの年パス持ってますので、セレッソの年が多いですけど、要するに、まあこういうこんだけあるんだけど、結局ですね、これをどっかでですね、コンマ何秒かで本田は多分意思決定するんです。それを多分最適化なんです。でも、それをね、あらかじめ知ることができるかっていうことなんです。じゃあ政府は必ずそうだよ、そんな不可能だよ、別に勉強なんかせんでもいいん違うっていうんですけど、何を言うてんねや、日本代表はそのために必死で勉強が練習してるっていうことですね。そのコンマ何秒なんです。で、まあ、例えば無駄の進めとかですね、人間の、97% はジャンプですよ。このジャンプの鍛えないとダメですよ、ね。なるほど。ちょっと、まあ、これはちょっと時間ないと思います。で、昔の日本人ってこんな人おったんよっていう話をしてですね、実はこれロックバンドがあってですね、これもですね、ちゃんとこの我に七段八個を与えたまえ曲なんですけど、ちょっと今言ってませんけど、こんな紹介したいと思います、ね。こんなんあるよとかありますね、これ、どう思うとかいう話を違うとします。で、もちろんそれは意味があるっていうことを、まあ、言ってるんですけど、それからすいません、もうよくあるこれ研究者の方なんかにもよくある誤解、我々もよく誤解してるんですけど、個性が多様化っていうんですけど、教育ってやっぱり絶対共生がどっかだと思うんです。それから楽しいよ理科、楽しい理科って楽しい、科学って楽しいって言うんですけど、ほんまですか。これはもう研究者の方やったら何言うてんの、そんなの楽しいことは違う、楽しいどういうことあるんだということですね。それからどんなこともやればできますよ、勝間さんはこう言うんですけど、海外さんは、いや、それはできない人がいますよ。それから、クラスの団結とか、大嫌いなことなんですけど、これ。それから、教えすぎてしまうんですね。で、まあ、こんなんです。で、まあ、いいや。で、今ちょっと、インドのある風景を見せようと思いますけど、ね、いや。で、新しい方法論がね、いっぱい僕が出てると思って、一つはですね、これ、バランカラバザールっていう、まあ、提案があるんですね。要するに中央でコントロールシステムするシステムから TCP/IP っていうのはこれインターネットのネットワークなんですけど、これ基本的なプロトコルですね、最小限のプロトコルで、インターネットっていうのは中央制御システムがなくてもですね、ちゃんと成り立っている。これすごい僕は発明革命だと思ってるんですけど、それから市場っていうのは実はピュアレビシステムとして有効に機能するんではないかと思います。で、例えばですね、1990年代からデフレでとんでもないんですけど、要するにその中で日本でした成功したシステムというのは、探すといくつかですね、例えば J リーグがそうです。それから Linux コミュニティ、これ Linux という OS の開発をやっている連中なんですけど、どれ見ると全部ですね、世界基準である。それから公開原則、ボランティアベース、ブームの活用、実力主義。阪神タイガースは絶対に2部には落ちないんですが、我がセレッソ大阪は今、降格の危機なんです。そういう感じです。まあ、あとちょっといろいろあるんですけど、はい。ということで、結論なんですけども、時代は変わると。で、市場から学ぶ。で、さっきから議論出てますが、やっぱりきちんとしたデータを、サンプルを集める。それから、自分たちの立ち位置を確認する。それから、
評価ってよく言うんですけど、その評価は本当に非線形の特性を評価できるんですかという問題があります。あと、まあ、こんなことです。で、最近本題を読んだのでちょっと感心したのはこういう文章があるんです、うん。なるほどな、そういう時代なんだなというふうに思いました。はい、以上です。面白かった。これ聞いたかご質問とか。はい、いやと市場原理はやっぱり昨日の飲み会でも話してたんですけど、確かにおっしゃる通りだなと思うんですけど、そうすると例えばその自分個人の市場価値というのを先生方がそれぞれ意識し始めるっていうところに何かどっかで行くんじゃないかなと。その科目としても市場原理っていうのがあるんだとしたら、その科目を教える先生も地学を教える先生は全員同じ市場価値があるのかっつったら、そう、多分そうじゃなくて、この土地であるからこそこの先生はこういう価値があるってな、講師であれば例えば幹部ができて防災もできてっていう市場があって、そういう価値が生まれるとか、そういうと、まあ、その地域における市場そのを反映した価値ができていくのかなと思うんですけど、例えば今先生ご自身でいくと大阪の今の高校でいくと、そのこういう価値が自分としては一番求められてるからここを打ち出していこうみたいなところっていうのは一番その核になる部分っていうのは、そんな大胆な素晴らしいものはないんだけど、僕はいつも生徒に言ってて、もう僕が嫌だったら他に興味ないからいつでもクビになるから、うん、もっといい先生が来るよという、まあ、何ていうの、自信をやっぱり裏付けるだけの何らかのスキルなり、はい、というのが多分僕の指標価値だ、うんうん、そう、多分先生はそれを言えると思うんですよ、生徒に対して。でそれが言えるってことは市場価値があるってことだと思うんですよね。でそれのこう今特に核になってるっていうのはどういうとこなのかなっていうのは、僕は絶対今思ってるのは、今世の中で流行ってるものと無縁に僕は授業はやらないつもりとしています。今何が例えば世の中で注目されてるか、すっごく気をつけてる。なるほど、そう、まあ、それでなるほど。今の世の中との関連性と、まあ、古典的にある地学を結びつけられるのは俺だっていうふうに打ち出してるってことです。君たちは、うん、立派です、うん、要するに年寄りはすぐ最近の若者はっていうんだけど、僕は絶対にそれは言いたくないです、うん、最近の年寄りはっていくらでもなるほど、はい、ありがとうございます。はい、他に何かありますか。まあ、これは非常に深淵なテーマで、また時間があればお酒なんかを飲みながら一晩議論してみたいテーマだと思います。はい、じゃあどうもありがとうございました。では午前中最後になりますけれども、新課程、地域の人と考える力について、和田さんよろしくお願いします。現在そこに書いてありますように、大阪府立の専門高等学校で、本校は SSH の指定を受けております。
ただしそんなすごい進学校がありません。全員進学はするんですけど、国公立1割から2割、それから大阪でいう俗に言う関東の別にいっぱい行く学校なんです。ただうちの高校は国際文化科と総合科学科ということになってまして、通科がございません。で僕はたまたま総合科学科で地学、大阪大会はそうなんですけど、一人だけ担当しながらやってて、で実は今日の話だいぶ前の方はしょれるなと思ったのは、昨日の中島さんの話 と、今朝の小水さんの話なんかと重なるので、もうそこはできるだけ飛ばしまして、ちょっとベタな部分でいろいろおやきを聞いていただくというか、やっぱりこういうことを心配なんじゃないかなということをちょっと現場で考えていくことできれば分かっていただきたいと思います。いろいろ書いてあるんですけども、選択肢の変化についてはできるだけ飛ばしたいと思います。だいたいこんな形で進めていきます。この辺はもう昨日から見ていただいている通りです。